来たー。うわ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 、映ってますか。釣れたーよかった。というわけで今日はですね、僕が釣ってきたアオリイカですね。アオリイカでですね、久々にイカスミパスタ作ろうと思います。去年も確かやったかもしれないですけど、まあこの時期ね、アオリイカ新興が釣れるんでね、今回12杯釣れたんで、で、まあ、炭袋ね、1個潰しちゃったんで、壊しちゃったんで、まあ、11杯分のね、炭袋があります。この炭袋をね、まあ、よくこの袋から破いて、黒い炭を出します。そしてですね、まあ、炭だけでね、こう、あえてね、真っ黒にする方もいるみたいなんですけど、僕はね、このトマトソースですね。トマトソースと和えます。はい。まあ、11杯分あるんでね、結構たくさん真っ黒にね、できればいい話なんで、結構まあ、たくさんできると思うんで、まあ、これ2箱買ってきました。これコンビニで売ってるやつですね。200円ぐらいだったかな。はい。これと和えていきます。そしてあとはですね、イカのこのゲソと胴体のつなぎ目の部分と、あとエンペラを切ったものですね。これみんな使います。あとはまあ飾り付けで大葉上に乗せます。あと玉ねぎですね。はい、これぐらいかな。結構シンプルですね。あとコンソメで味付けます。基本的にコンソメで味付けます。まああと塩コショウとかも使いますけどね。はい、それでは早速作っていきましょう。はい、まあ玉ねぎはとりあえず1個しかなかったから、ちっちゃいやつ1個しかないです。今買ってこなかったの、まあ、家にあったやつ、うん、まあ玉ねぎはいっぱいあった方が本当はいいですね、うん、甘みが出るんでね。はい、玉ねぎは基本的に千切りですね。千切り相当適当でいい。適当です。その間に炭袋ですね。これね、確か日本酒につけといたんだよね。日本酒につけといた炭袋ですね。はい、まあ切ってね、中身を出してあげますね。袋に入ってるから袋をまあ切ってあげないと炭が出てこないんでね。白ワインとかにつけといた方がいいかもしれないね、もしかしたらね。こんな感じで、まあとりあえず中身でチョキチョキ切ります。袋とかもね、出しちゃった方がいいのかもしれないですけど、うわーすごい、これね、ほんと真っ黒だからね。映ってるかな。すごいね、このトマトのね、トマトソース2箱ぐらい全然みんな真っ黒に染められますからね、うん、すごい。わあ、やばい、壊しちゃった。まあ炭からよくね、袋から炭をよく出します。とにかく出す。何でも真っ黒になっちゃうからね、黒い格好で やった方がいいですよ。僕も今真っ黒の格好してんだけど、ちょっとでも飛ぶとね、白い服とかに飛ぶともう取れないからね。すんげえ真っ黒。パスタは並行して茹でていけばいいんですけど、まあ基本的にはソースを作ってから後で絡める感じなんで、ソース優先で作った方がいいかもね。パスタ7分で茹で上がるから、パスタはで茹でたての方が絶対うまい。まあこんな感じかな。これで OK かな。とにかく中の炭をよく出すね。液状にしとく感じですね。そうじゃないと絡まないからね。これ後でね、このトマトソースに絡めていきます。トマトの赤はね、全くなくなります。トマトの赤い色はね、なくなりますよ。はい、最後のね、飾り付けに使うですね、はい、大葉ですね。大葉は、まあ、千切りしておきます。千切りですね。できるだけ細く。
パターンね、入れると入れないじゃ全然違うから、さっぱりして美味しいですよ、イタリアン大葉は。意外とこんな感じでいいかな、こんな感じでいいかな。まあパスタを作るときはもう基本的にもうあれですね、問答無用でオリーブオイルですね。はい、オリーブオイルを使います、基本的には。まずは玉ねぎを炒めます。まあ結構十分かな、玉ねぎ結構十分だったね。そしてアオリイカも入れちゃいます。こんな箱全部入れちゃおうか、全部入れちゃおうか。塩コショウですね、まあ、結構ちゃんとしっかり味付けちゃっていいかな。トマトソース味がないからね、これ今回買ったもの。トマトソースに味がついてるかついてないかで結構、まあ、変わってくるかな、うん、今回のトマトソースは全然多分塩とかも入ってないから、これですね、これ今ローソンで慌てて買ってきたんだけど、全然味付いてないやつだからね、しっかりとね、塩コショウと、あとコンソメで味付けます。コンソメで、あぱこれは結構うまそうなトマトソースだね。これ2つ丸々入れちゃいます。みんなで食べれるかな、これで。ちょっとさすがにトマトソース2個多いかな、これって思った。そして粉のコンソメですね。どれぐらい適当、結構適当、味見ながらですね、結構多めに入れちゃって大丈夫。こんなもんかな。大体いいかな、はい、これちゃんと黒く染まるのかって思うじゃないですか。これぐらい、ちょっとトマトソース多すぎてちょっと取ったけどね、これがね染まっちゃうんですよ。まあ大体味も OK かな、完成って感じなんで、そろそろじゃあ黒く染めますよ。はい、ここからですね、このはいイカスミを入れてきます。いきますよ、止まっちゃうんですよ、これなんだかんだ言って。はい、いきますよ。これは強烈なんだよね、うわすげえ、もうね赤何にもなくなります。 あとはこれにスパゲッティを絡めて食べるだけですね。こんな感じ。まああと軽くね一回飛ばして、ね、水分飛ばして終わりですね。こんな感じ、これで和えるものが完成ですね、ほぼね。こんな感じ、わかりますかね。でそろそろこういうタイミングでねスパゲッティ茹でてきます。ちょっとまあねイカスミパスタだけでもいいんですけど、まあ、ちょっとスープ、はい、これ買ってきたやつなんだけど、ミネストローネ、せっかくイタリアンなのでね、はい、これはチンでいいんだよね、多分ねチンでいいと思うんだよね、これも雰囲気で。前回はね、カプレーゼとかも作ったんですけど、ちょっとそこまでの時間が今日はないんで、はい、ミネストローネだけ食べましょう。電子レンジでいいかな。お湯が沸いたら塩ですね、塩入れてパスタを茹でます。はい、7分ですね。このスパゲッティはね、できるだけまあキツキツじゃなくてたくさんのお湯でね茹でるのが絶対美味しいと思う。こんな感じで泳がせる感じがね、
こうやって時々というか結構こうやっていじってあげないとくっついちゃうんだよね。まあ、もう一回ね、火を通すんで、まあ、6分数秒で揚げます。ちょっとアルデンテですね。アルデンテ、それでは最後にですね、和えていきます。別のフライパンでやった方がいいですね。まああとは和えるだけって和えるだけです。ちょっと多いかな、守りみたいな。はい、完成。完成です。はい、完成です、はい、朝からやってますこういうことね、はい、ではでは、うん、まあでも結構ないい出来栄えじゃないですか。正直お店でイカスミパスタとか食べたことない、食べたことないんだけど、まあ見よう見まねというか、早速ねパスタ時間持ちしないんでね、イカスミパスタとかって、そうだよね、カプリチョーザとかでもあんのかな。ではいただきましょう。これがねなかなかうまいんですよ結構ね。おお、まあイカの炭自体はそんなにほら味なんかしないじゃないですか、うん、普通のパスタとして全然美味しい、うん、まあ、風味はトマトスパゲッティだよねトマトのスパゲッティ、まあ、トマトのスパゲッティ好きなんでね、ちょうどいいかなっていう話ではあるんですけど、うん、なかなか美味しいですよこれ、うんうん、スパゲッティの茹で加減バッチリ、もうほんと完璧だった。6分20秒ぐらいで揚げたんだけど完璧でしたね。うん、うまっ。いや、こんなうまくいくこれっていつも思う、うん、コンソメで味付けはなかなかいいっすよ本当に、うん、無難に美味しい、うん、ちょっとゲソをちゃんと切らなかったからちょっと長めだけど、結構バクバクいけちゃうのが美味しくて、
めっちゃ絡むでしょ。これね、炭だけで作る場合もあるんですけど、さらっとしてて炭だけだとね、こう絡まないで、あんまり、うん、なんかすごい貧相な感じなんですよね。これトマトソースにあえることでこうやってね、あのねっとりというかね、こう麺に絡みつくんで、これめちゃくちゃ美味しい。完璧すぎた。トマトソースは結構適当ですね。普通に今売ってるもの、味のついてるものであれば、コンソメとか少なめにしたり、まあコンソメ入れなかったりね、しても作れる。とにかくイカが、まあ5、6杯以上ぐらいあれば、その詰め袋で、まあ真っ黒にはなる。うん、でこれはまあ市販のね、あのミネストローネ。あ、これはまあまあ美味しくできてる。めちゃくちゃうまい。うん、ちなみにね、昔何年前ぐらいかな、何年か前にこういうメニューをやった時はミネストローネも自分で作ってます。はい、それもまあまあ自分で作ってもまあそれなりに美味しくできるんだけど、簡単だからね、割合ね。うん、まあイタリアの味噌汁みたいなもんだよね。うん、まあこれはめちゃくちゃ美味しい。ちょっとしょっぱいかな、でも、うん、まさにできてるやつ。うん、美味しい。まあ基本的にパスタ時間もしないでね、まあ俺は一気に食べちゃうかなって感じですね。冷めるとやっぱりパスタ美味しくないからね。でも、うわ、これ完璧だったね、マジで。うん、1匹とか、あ、1杯とかね、アオリイカが1匹しか釣れなかったとか、まあ、2、3匹とかでもできないことないんですけど、まあ、黒さが甘いよね。あっという間に完食。できてるミネストローネも美味しかった。はい、いかがだったでしょうか。まだ寝起きです。今10時ぐらいなんですけど、はい、今日もまあ遅番でこれから仕事なんですけど、9月12日ですね。釣ってきたのは9月9日かな、うん、9日のその様子もですね、動画この時点でアップ、まあ動画、その釣りの動画を先にね、なんとか作ってあげようと思ってるんで、はい、ぜひそちらの方もですね、上がってれば見ていただければすごくありがたいです。はい、そしてまあ刺身として食べる動画もですね、別で撮ってますんでね、今回まあアオリイカ釣行2024、まあ12杯釣れたんですけど、まあ半日やって12杯だからね、すげえ釣れなかったっすよ。最初一発目フグ釣れたからね、こんなでかいフグびっくりした。普通ね、あのエギっていうね、こうルアーで釣るんですけど、エビみたいな形したルアーで釣るんですけど、魚はね、そうめったに釣れないですよ。そうめったに釣れない。まあでもあのね、マダイ釣れたとかカサゴ釣れたとかそういう話は聞くんですけど、僕はまあない、基本的にない。魚かかったかなって時はよくあるんですけど、釣り上げたことはないんだけど、今回フグね、もろに釣り上げたんで、まあ外れてくんねえかなと思ったんだけどね。フグ今いらないから。うん、まあでも結構すごいいいフグ、多分シマフグは釣れたんですけど、まあ逃がしましたけどね、すぐね。うん、びっくりしました。まああのアオリイカね、釣ってきたり、まあ手に入ったりしたらね、いろんな食べ方あるんで、過去にもですね、イカ飯作ったとかね、イカリングフライ作ったとか、まあ過去動画でたくさん上がってるんでね、イカ毎年釣りに行くんでね、釣れなかった年ってないんじゃないかな。うん、去年とか全然いっぱいしか釣れなかったから、去年動画全然上がってないですけど、うん、一昨年とかは何回も行ってるんで、今回もね、ティップランエギングっていうまあ釣り方で釣ってくるんですけど、まあまあ本当に行けるだけ行きたいなと思ってるんで、うん、また今後もですね、まあイカ飯とかね、そうめんどくさいやつ作れるかわかんないけど、イカ飯もね結構うまくいったんですよね。うん、
もち米とかを中に詰めてさ、一緒にで普通に電気釜で炊くんですよ。ジャーで炊くんだけど、思いのほかうまくいって美味しかったんですけどね。またそういったこともね、まあ、時間があればできたらいいなと思ってます。はい。イカマス、もしね、釣ってきたり手に入ったりしたらね、ぜひこのイカスミパスタも非常に簡単なんでね、やってみていただけると非常に、まあ、僕のこれね、適当だけど、でも僕の作ったやつはトマト強いね、やっぱりね。もろにトマトソースで作ってるからね、トマトが強いですけど、トマト苦手だっていう方は、まあ、別の方法とか、炭だけを使うとかね、そういった方法もありかな。炭はね、やっぱりね、まあ、白ワインとかお酒とかでね、よく伸ばした方がいいですね。伸ばして。方が、まあ、こう、絡むという感じですね。まあ、炭がいっぱい釣れて、ね、いっぱいさ、イカがあってね、余るぐらいあるってんだったらね、全然それでもいいんですけど、なかなか、まあ、10杯ぐらいあればね、とりあえず、まあ、スパゲッティもね、トマトソースなくても真っ黒に染まるかもしれないけどね。はい、そんな感じでございました。ぜひね、やってみていただければと思います。参考になるかわかんないですけど。はい、というわけで、今日はですね、朝からイカスミパストを作ってですね、はい、これから出勤ということでございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネルメンバーシップもです。月額490円でぶっちゃけ話とかしてるね、したりする放送もね、やったりしてるんで、ぜひね、そちらの方もご興味ある方はですね、見ていただけると非常にありがたいということでございます。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。